球上ではまさに日本の裏側、南米大陸の南に位置するアルゼンチン。2015年12月、モンスタートラウトとのバトルを求め、首都ブエノスアイレスを経由してさらに南下、目的地となるパタゴニア地域の玄関口へ。雄大な大自然の宝庫、突き抜けるような大空や圧倒的な存在感の青き氷河たち、そして嵐の大地とも称される猛烈な風と、半砂漠の荒野が広がるパタゴニア。まだ恐竜が生息していたジュラ紀に隕石の衝突で誕生したと伝わるジュラシックレイク。モンスタートラウトを育んでいる魅惑のレイクが今回のバトルの舞台となった。第1幕では初のフィールドに試行錯誤しながらも、ロングキャストでのスプーニングで独特の生態系の中で成長したモンスタートラウトと対峙していった。よしフィッシュ、いや、おお、ナイスジャンプ。ほほー、そんな大きくないけど、本日のファーストフィッシュです。いやー、センキュー。いやー、黒点が全然違うね。ほら、きれいきれい、ビューティフルですよ。よし、すごいピカピカの1年生、1年生じゃないけど47、8センチ。ほら、きれいでしょ、きれいでしょ、光ってる、ピカピカだよ、ほらピカピカ。やっと会えましたよ、ジュラシックレイクのレインボートラウトでございます。トラウトといえばシルバー系。フィッシュ、もういい引きじゃん、楽しい。よっしゃよっしゃ、さっき当たったところ戻ってきてよかった。うわ、きれい、きれい。外れそうだし、はい、ちょっと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 、あー、そっち行っちゃう、大きいんだから、き、入ったー、入ったー、やれー、やれー。ほら、こんなんですよ。出ましたよ、出ましたよ、やりましたよ、やりー、やりー、やったよね、こー、でかでかいでしょ、これ81回。いやー、うえぴー、うえぴー、やりー、きたねー、きたねー、苦労しました、やりー、やったー、ジュラシックブレイク、ねえ、噂通りの場所でございます。地球の果ての地、パタゴニアでの壮絶バトル、続編となる第2幕が今始まる。さあ、湖バックでございますよ。あっちの方には湖がありまして、そこにはですね、大きなレインボートラウト、まあ、今回泊まってるロッジでございます、まあ、とりあえずですね、まあ、こちらに来まして、これからレインボートラウトね、ニジマスちゃんごっこやっつけに行くという感じでございますけどね、今のところやっつけられてるような気がしないでもないんだけどね、でもすごいところでございますよね、世界のね、最果ての釣り場なんじゃないかと、いう場所でございますけども、パタゴニアでございます、ね、ここもですね、すごいところでございますよ。こうなんか向こう側の山が真っ平らでしょ、あれ真っ平らの土地にですね、隕石がドカーンと落っこちまして、でこの湖ができたと言われております。どのぐらいの隕石だったんでしょうかすごいよ、だってまあそこにですね、巨大な湖が出来上がりまして、そこに
巨大なマスがいるという、ますます釣ってみたくなってるんですよ、俺もそうなんですけど、まあ、とりあえずね、美味しい食べ物を食いながらね、そしてこの宿に泊まりながらですね、我々はまたまたこう釣りに行くという感じでございます。湖畔にあるロッジをベースにトラウトハントのフィッシングサファリがスタートする。巨大な隕石がドーンと落ちて、でそこがポンと出来上がったら、これがね、いくつもあるんですよ。つまり多分ですよ、巨大な隕石がドーンと落ちてくるときにいくつかにこう割れてバンってこう落ちたわけですよ。で、まあ、でっかいのがドーンと落ちたところもあれば、小さいのがその割れたやつがですね、ドーンドーンこの周りいっぱいあるんです、こんなのが。でそこに今トラウトが入って、まあ、非常にこうワイルドなやつで、でここのはもう全く違うと、こういつもこうスポンギングしてるようなね、いつも要するに産卵のために本来、魚はこう色づいてきたりなんかするんですけども、ただもう僕釣って見てみないとどんな色のものかっていうのはちょっと分かんないですからね。すごいよね、真っ平らで、本当に真っ平らなところにドーンと落ちて、その勢いでこうこのね、石が割れたやつがそっから中に飛び散ってるんです。だから相当なこう衝撃だったんでしょうね。で、まあ、全部これ火山のように結局穴が開いてるの、まあ、すごい熱が あったんでしょう。だからもうそこら中こういう見てもらうとこう 穴の開いてるね、こういう岩なんですよ。で本当にこれがね、何十キロにもわたって、それがもうだってまさにだってここなんとなくあれじゃない、猿の惑星に来たような感じです。万年の雪があったり氷河があったりね、すごいところですよ今回来たところ。いやー、やる気出ちゃうね。ジュラシックレイクの周辺には数多くのラグーンが存在している。その中の一つ、今から16年前に稚魚が放流されたというが、ビッグサイズが期待できるジュラシックレイクとは違って、このラグーンのトラウトたちはものすごく綺麗なんだとか。ちょっと今ね、上から見てるだけでも魚がこう泳いでる感じが、あ、そこあ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 そこ、なんか座ってこう、なんとなく波がふわってこうなるの分かりますよね。そう、いっぱいいそうです。ちょっと小さめのルアーにしてくれって言われたんで、6、8、10、12グラム、ちょっと小さめです、シルバー系。あ、ロッドでございますが、ちょっと短め、2753、2753、7フィート半、ね、でございます。で、マンキッシュの C3000、C3000、ね、XG ということで、軽く様子見です。水はね、少し濁ってますね。うわ、今食った、すっげーすぐそこにいる、ちょっと、うぅ、見えてる、大変なことが起きてます、ここにいっぱいいる。なんかね、俺がいるだけで寄ってきてるもん、魚が。うん、キビッシュです、いただきフィッシュです。すごいアグレッシブです、まるで管理釣り場状態でございます。
Thank you. いや、本当だ。もうスポーニングの色してる。あの、見てください。ほら、色全然違う。ビューティフォーだよ。ほら、真っ赤なもん、ここ。だってヒレもないもん。全然違う、これ。この部屋のところの、これなんて、ほら。すごいよ、ここ。いやー、ワイルドレインボーだ、これ。超ワイルドですよ。ね、かっこいい。なんとも言えないね、これ。ちょっと初めて知ったな、このレインボー。これ全然違うよ、この辺色。尻尾まで赤い。うわ、すごい、これ。まさにパタゴニアレインボーだ。いやー、ビューティフォー。いやー、ビューティフォー。沖じゃなくて岸にいる魚が。いないときには全然いない。おお。ジャンプしたよ。乗せきれない。向こうの方が窮屈してる。向こうからこっちに寄ってきて。いいでしょこの引き。ナイスジャンピングです。ノット長いんでね。よいしょ、よし、入りました。今度はメス。全然いいの、ほら。ね。黒点がさ、全然違う、ほら。ね。黒点が全然違うんですよ。うん。いや。ここ貸し切りなんです、僕。今日。貸し切り、いや、別に貸し切りしたわけじゃございません。誰もいないだけです。ね、誰もいないだけです。姫、いや。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は、釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員には、もっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。